POG2022 から23注目クラブバーチェックということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガミソウルスリーハッチでございます。まあ、今回はウィンレーシングクラブ編、まあ、冠名ウィン、まあ、最近でもねクラシックを賑わせる馬たちが多いクラブなんで、まあ、非常に注目に値するところなんですけども、今回は3頭をピックアップしています。まず1頭目、ウィン・エタンセル、父ビーチパトロール、母コスモ・エルデスト、母父ブラックホーク、募集価格1500万円で美穂の高木厩舎。まあ、品系を見ていくとマックスビューティーの品系でね、まあ心の糸とかだったっけ、まあ近年でもね活躍馬を出しているマックスビューティーからギリギリつながってきた品系、名品系ですよ。まあお母さんも3勝を挙げていたりとか、まあウィンとかビッグレッドファームとかあの辺の系統でね、美穂の高木厩舎といえば比較的期待度も高いのかなみたいなところもあります。まあ、現時点でね、まあ、馬体重もそれなりにあるんで、まあ、馬格もいいし、これは期待ができるかなというふうに思っております。まあ、そして2頭目がウィン・シャルマン、ボバ、父モーリス、母ビウィッチアス、募集価格1500万円で美穂の水野厩舎。お母さんはフィリーズデビューの2着馬、上2頭がね勝ち上がってないのが気がかりなんですが、まあ、とはいえ着賞金、まあ、入着はしているんでね、賞金は獲得しているんで、まあ、最低限の能力はあるのかなみたいなところ、まあ、そこからの空体明けってことでね、これで、まあ、馬体重とかが普通にあれば、馬格があれば、まあ、注目の存在かなと言えるところなんですが、まあ、今回ねちょっとこの動画でねまとめ直しにあたって近況チェックしたところ、馬体重が430キロそこそこ、このままだとデビューしても多分410キロ20キロってところですね。まあ、となってくると厳しいのかな。まあ、少しねデビューが遅れても成長を待ってあげれば、まあ、一つねチャンスが出てくるんじゃないかなというふうには思います。まあ、そして3頭目、ウィン・ユニバース、父アメリカン・ペイトリオット、母グローバル・ハート、母父黒船、募集価格1500万円で立東の飯田雄三厩舎。お母さんの前子、お姉さんにホエールキャプチャー、そしてお母さんの前提にパクスアメリカーナと、まあ、そう考えるとね、その間の全兄弟、全姉妹って考えるとね、お母さんの勢いっていうのは十分あると思います。まあ、そして、ね、この馬はね馬体重500キロ前後あってね、まあ、それなりには、まあ、これから絞れて出走してくるとしても大柄な馬体で出てこれそうなので、まあ、そういった面でも心配はないかなということで、まあ、チェックリストには入れておいていいかなというふうに思っております。というわけで今回は、ウィンレーシングクラブさんの3頭をピックアップしてみました。以上ハッチーでした。